皆さんこんにちは。今道が悪くてね、今日もウィークエンドビログやっていこうと思います。今日はですね、滋賀県の米原市タワーダというところに来ております。あいにくの曇りなんですけれどもね、なんとか雨は降らない感じで行けると思います。ある場所に行くためにここまでやってきました。あと1分で着きます。すごいのどかな場所にやってきましたね。あ、見えたんじゃないですかこれ。めっちゃ人おるね。なんで？え、やばい、めっちゃ人いる。人が多くてびっくりしましたね。うん、ここはね、なんとね、視聴者さんにおすすめしていただいたんですよ。ぜひ鈴鹿さん行ってください。ありがとうございます。本日はこちらローザンベリータワダにやってきました。 JAF の割引ありますよ。いくら割引？100円か。100円、100円割引。トイレがすごい可愛い、ハリポタみたいな。今6月なんですけど、バラが綺麗みたいで、視聴者さんがバラがとても綺麗ですよって言ってくれて、なんでここに来たかったかっていうのは後ほど。ほんまや、美味しそう。ピザクリームソーダ美味しそうやな。これもやん、レモネードソールドアウティ。クリームソーダ飲む？チーズ出します。ちょっとやばい、胃がんだ。いただきます。どうですか？あのテクスチャーはマット、食感はマットです。クリームソーダ500円。なんかさ、すごいソフトクリームがさ、マットマット。バーベキューも手ぶらでできるので、しかも屋根もあるので雨が降っても大丈夫。形が全然違う。あれみたい。白いとマックロクロス。え、なんか羊のショーンストラップ作りしてきました。ちょうど1時間ぐらいかかりました。どうでしたか？おもろかった。めっちゃ集中してしまったんやけど。私が好きな動物は犬と馬で、馬めっちゃ好き。え、いるやん。500円でポニー一周乗れるやつとかあるじゃないですか。ああいうの絶対やるタイプ。お、いるいる。コウタとコハルちゃん。かわいい。乗馬とかめっちゃ興味あるもん。今うんこしました。こんにちは。おい、こっち、こっちだよ。かわいい。今からあの丘の上を目指して歩いていきたいと思います。かわいい。
全体的にイギリスっぽいブリティッシュな感じになってますね。来たね、メイン見て、知ってる羊のショーンのオレスとグルミットって映画あったら知らん？かわいい。フィッシュ&チップスと何やった、あのお芋のやつ、ツインフライドポテト、めっちゃ美味しかったな。めっちゃ美味しかったんで、ローダンベリー田和田来られた際にはですね、ぜひフィッシュ&チップスとポテト、何やったっけ、ポテトを食べていただきたいと思います。めちゃめちゃ美味しかった。ポテトがね、めっちゃ甘いんですよ。あれは美味しかった、本当。ショーンの家とかもね、なんか触れるものが多いんですよ。タンスとか開けたら実際に服履いてたりとか、なんかその細部まですごいこだわってあるので、映画に忠実に作られてるみたいなので、映画も出てる、めちゃめちゃ忠実に作ったらみたいなんで、そういうのもすごい楽しい、見ていて。なんかさ、あるやん、タンスとか扉開けたら全然なんかすごい手抜きのやつとかじゃなくて、ちゃんと本履いてたり服履いてたりして、すごく良かったです。ローザンベリー田和田楽しみました。満喫しました。何時間いたっけ、 1,2,3,4,5 時間ぐらいいました。思ったより人は最初開演と同時だったので多かったんですけど、すごく楽しかったです。まだね、ちょっとこう人気が爆発的になる前なんで、まだ少ないですけど、これから絶対人気出ると思うんで、皆さんぜひ来てみてください。楽しかったです。帰ります。というわけで、今ローザンベリー田和田、これはですね、まあ先ほども言ったんですけど、視聴者の方に教えていただいたんですけれども、本当に素晴らしいところを教えていただきました。本当にありがとうございました。もう一日満喫してしまいました。すごい楽しかった。あの周りが、まあ、山に囲まれてるっていうのもあるんですけど、本当にイギリスに来たかのような感じで、あのバラのところもこうなんて、湖水地方のああいうちょろちょろっていうところから湖にこう流れていく雰囲気とか、なんかすごい忠実に、あの羊のショーンの家もそうなんですけど、全てが忠実に再現されてて、見ててすごい楽しくて、羊のショーンを見にね、私はまあメインとして来たんですけど、もうあの何ですか、家のリアルさ、忠実に再現されているなっていうところもすごいテンション上がって、めっちゃ楽しかったです。そうですよね、うん。で、なんといっても食べ物も美味しいし、値段も良心的な値段なので、すごくおすすめです。はい、これから夏休み迎えると思うんですけれども、ぜひですね、皆さん遊びに来ていただきたいと思います。楽しかった。何が一番楽しかった、ショーンの家ですよね。羊のショーンって可愛いじゃないですか、結構好きなんですけど、あのウォレスとグルミットって映画あったのご存知ですかね。あの映画をね、見てから結構好きなんです。ああいうキャラクターが結構好きで、あ、羊が走ってる。続きまして、長浜エリアにやってきました。右手に見えますのが長浜城でございます。大鳥様が映り込んでおりますけれども、はい、皆さんこんにちは。長浜にある黒壁スクエアにやってきました。
ここはですね、滋賀県の中でも結構有名な観光地なんですけれども、昔ながらの町並みが並ぶ場所ですね。これやな、黒壁スクエア、すごい。喫茶店に入りました。そして大好きなバナナジュースいただきます。美味しいでございます。バナナジュースめちゃめちゃ好きなんで、はい、こちら可愛いですね。ミックスジュースいただきます。あ、美味しい。飲みすぎやで、飲みすぎやで。バナナジュースってほんまにあの神やね。バナナジュースめっちゃ好きで、喫茶店行ったらホットコーヒーかバナナジュースかクリームソーダが迷う。壁にですねフィギュアが一面に並べられている、こういうあのマスターの趣味が現れている喫茶店大好きですね。あれ太陽の塔のあれじゃん、山本太郎やったっけ。奥様誰？これ確かね、あの芸術は爆発だのゾーンですね。恐竜ゾーンがあるの非常に好感が持てます。ご当地ピンズ見つけたのでやります。希望はこれで、第二希望がこれです。これや、優しいな、この滋賀のピンバッジは外れないし。外れないな。こんな感じです、うん、結構ウクレレのケース溜まってきた。こちらです。締めの夜ご飯は焼肉周りという焼肉屋に来ました。サイドをめちゃめちゃ頼んでしまって、でも美味しい。はい、というわけで本日のスケジュール全て終了しました。今日は滋賀県をですね1日かけて満喫してきました。楽しかったですね、うん、すごく楽しかったです。特にやっぱりローザンベリー田和田最高でしたね。え、こんなんあんのって思った方すごく多いと思うので、次の休みにでもねフラッと行っていただきたいと思います。名古屋方面からも大阪方面からも行きやすいので、なんかプチ旅行みたいなね気分味わえますので、暗いね暗いね街灯あ、ついた。プチ旅行みたいな気分味わえますので、ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。本当に楽しかったです。視聴者の方おすすめ教えていただきましてありがとうございました。では家に帰りたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。閉店ガラガラ。